どうだ、怪物でも何でもねえだろう。お前らと同じ人間だ。コクーンで生まれ育った人間なんだ。わかるか、コクーンは俺たちの故郷なんだよ。ウシだろうと滅ぼしたいわけないだろうが、コクーンを守りたい気持ちはお前らと一緒なんだ。ウシが人間だって守りたいのか。騙されるな。スノービリアス君だったら、サイコムのヤーグロッシュだ。君の主張は理解できる。だがパルスの脅威はコクーン全体の問題だ。君たちルシが存在するだけで全ての人々が危険にさらされる。スノー君、君一人の命とコクーン市民数千万の命を引き換えにできるか。私にはできない。よって君たちルシの処分を命じるしかない。そういうことだ。私の責任において君を抹殺する。戦わなければならないか。恨むなら私を恨め。ふざけな。ルシが邪魔ならルシだけ狙えよ。関係ない人たちの命を巻き込むなよ。今すぐパージをやめろ。我々が好き好んでパージを行っていると思うか。パルスの脅威を取り去らねば民衆の恐怖は抑えられん。犠牲を払ってもパージを断行せねばコクーンは死ぬ。なんだ、ガスだ。誰が撃った。撃たれちゃった。誰だ。脱出する。ホープ、親父さんを縛れ。あんたは脅されて仕方なくかくまった。いいな。それじゃ君たちが言う通りにして。やっぱり僕らはコクーンの敵なんだ。こっちにその気がなくてもコクーンはルシを許さない。僕はみんなと一緒に行く。どうにかして生き延びる。絶対死なないから。ごめん、父さんを置いて逃げるのは。逃げるんじゃない。お前は逃げてるんじゃない、進もうとしてるんだ。前に進んでやるべきことをやりなさい。やるべきってルシの使命。そんなものはどうでもいい。お前が決めるんだ。誰だったんだ。くそ。これと戦えてみよう。途中で、止まってしまいました。続きから始めます。わわわわ、結構なダメージ量だぞ。技回復と強化だ。味方の何
攻撃が半端ない。ならいけそう。中央だけ。するかよ。貴様らは包囲されている。Oh.